見てくれてた人。ミカナはちょっと終わるちょっと前から見てた。阿部の一人劇から見てた。阿部が一人劇してたところから見てた。宮崎駿監督と千里の。見てない人はちゃんとアーカイブで見てください。コメントもミカナ見てるからね。コメント実況の実況のは本当にコメントちゃんと見てるからお願いします。酒井さんでは通行人が行かれた通行人がちょっといましたけど、おでん何が好きですか？ロールキャベツと餅巾着と卵と糸何やっけ、糸こんにゃくと白滝と大根と全部好き。今日おでんめっちゃ久しぶりにおでん食べた。めっちゃ久しぶりに。今日はね撮影してリハしてた。めっちゃ汗かいた。めっちゃっていうほどでもないけど汗かいた。今日撮影朝早かったみたいね。いやミカナは早くなかったよ。ツインかわいい。やったー。リハしててさ、あのウィンクのみんなで、みんな体痛すぎてもうね集中力が続かなくてやばかった。でも今日はあの昨日もリハしてたんやけど、昨日はほんまにその一昨日本番やって、もう次の日で朝からリハしててめっちゃしんどくて、体がみんなマジでもう今日はちょっととりあえずあれしようっつってもう明日本気で頑張ろうって言って、もう今日は本当にここに来ただけで偉いからっつって甘やかしてた自分たちを。だから今日は頑張りました。前髪ってケープしてる？してない。今やろ。踊るときはしてる。もう本当にこんなに疲れ体にくるんやってくらい疲れを感じた。今日はまだ楽やけど、昨日一日ほんまに動けんくて、もうね本当にもうこんなに動きたくないって思うの。こんなんかもう初めてやった、あんな動きたくないって思う。頭も体も動かんくてさ、なんかすごかったよ登山でもしたんかってくらい。もうね何にもしたくなかった。何にも考えたくなかったし、何にも動きたくなかった昨日は。でもリハして、そうゆるゆるなリハして、ち
ゃんと寝れた。いやそれが昨日は、まあ、寝たけど夜が寝れんくて、なんか疲れすぎると寝れんよね。疲れすぎる、いや寝れるけど疲れて溜まってたらめっちゃ眠くなるけど、なんか脳みそが起きててアドレナリンで。でも本番の日夜、だから一昨日の夜がマジで寝れんくて、アドレナリン出てめっちゃ眠いし、もう早く脳みそオフにしたいのに寝れんくて、朝の5、6時まで寝れんくて、それでそう昨日もねアドレナリンで6時くらいまで寝れんかった。不思議だね、疲れてんのにね。YouTube で公演パフォーマンス見て好きになりました。やったー何バトルのかな、嬉しい。公演行った日は寝れないもん。あ、そうなん、そうなんですかみんなかわいい。ツインテールかわいい。今日は撮影でね、なんかね上でこんなぐるぐるこういうぐるぐるってしてたお団子みたいな、ここで。そう、ウータンになったよお洋服は三日にはのお守り注文しました。そう、ビレバンさんとのコラボのやつで、新しいやつで、お守りみたいなやつがあるからお願いしますね、チェックしてください。ぐる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 とかウータン、ミカのワンワン大好きやってさ、ちっちゃい時ワンワンのぬいぐるみをめっちゃ大切に持ってたらしいわ。今日はガルフィーですよ、ガルフィー。みんなの若い時のヤンキー来てたでしょごめん勝手に、ごめん勝手に年齢決めたいろんなね年齢の方がいるのにね、ごめんなさい。昔のヤンキーが来てたやつ、ごめんごめん。オフロスキーが好きだった。呼んだ？呼んだよね。呼んでねえわってやつね。呼んでないのに。田舎だからヤンキーいなかったし、田舎の方がヤンキーおるやろ。ミカニャンバリーテレの話通じるのを同世代になっても、 E テレあれ好きやったな、あのあれ何やっけな、ちょっと思い出せんわE テレって何があったっけ昔、なんかいろいろあったよね、おじゃる丸は今でもあるんじゃない？がんこちゃんとかね、クインテットとかね。おじゃる丸って今ないん？あのさ、天才テレビくんからのさの次なんやっけ？
あのテンテレらへんのね、羊のショー、ピタゴラスイッチ、ストレッチマンは土曜の朝やっけ、違う、日曜の朝、水泳さ、ピットワールド、いいね。テンテレとか超見てたわ。ゼンマイ侍しか知らん、ゼンマイ侍も見とった。そう、忍たま乱太郎、いや、 E テレはいいよ本当に。あのさ、なんやっけ、あの扉から出てきてさ、キャラクターが、なんやっけ、ワクワクさんめっちゃ見てた。もうピラメキーノ大好きやったわ、ミカナ。ピラメキーノ、ハンニャさんとフルポンさんもね。あ、デコ、そうそうそう、デコボコフレンズ、そうそう、それそれ、めっちゃ覚えてるわ。 E テレじゃないん、何がピラメキーの、恥ずかしがらずにパビブ、恥ずかしがってちゃダメです、女の子だって出るときは出るのよ、パビブブブブブブって。今でも踊れる。ポポポポポな、ポポやっけ、ダルさん、ナッツあ、テレ東なん、テレ東か、マインちゃんのやつ見てた。あー、クッキンアイドルみたいなやつやっけ。うわ、山口テレビ映ってたんやって。うわ、喧嘩売ってきてるし喧嘩売られた。コッシー見てた、見てたよ。あのコッシーの声優さんがサバンナの高橋さんって知った時の衝撃は今でも忘れない。でも山口は映る曲は少ないと思う。少ないね。ピラメキーノの心霊くん懐かしい。懐かしい、あったね、そんな。最近ね、あの某動画配信サービスでね、あれ見てる、今あの国のアリス、まだ途中やけど、あれ見てる、めっちゃおもろい。みんな見ました、見て、見た、見た人いますか。ビクトリアス見てた、見てた。アイカーリーとかも見てた。スーちゃん全部見たらしい。あ、そうなん。漫画も全部見た。あ、そうなんや。漫画いいね、絶対おもろいや。全部見た。まだ途中やからね。そう、某ネットの某フリックス。で見てます。サム&キャット、夏。え、めっちゃおもろいよ。某ネットの某フリックスで
なんか久しぶりになんかやって、ああいうなんか続き気になるってなるやつに出会えた。みかのあんまりさ、アニメとかもさ、そんなやばい続き気になるって途中でその切り上げた時に続き気になるってあんま思わんないけど、ほぼ言ってる、マジ毎回言ってる。弱虫ペダルの時も、ね、向いてた気するけど、おもろいなあれ。めっちゃ眠たい。今日って土曜日？まさか。土曜日やっけ？土曜日か。明日は2クール目ですよ。明日からナンバトルの公演の。どうしよう。なんか審査員の方が変わるらしいからさ、良いのか悪いのか、その点数にというか。2クール目だからちょっと頑張ろう。来る人いますか？お、行きます、やって待ってまーす。待ってまーす。これん方は DMM 配信か VR 配信で見てください。お願いします。全然当たらんのよ。そうよな、でも嬉しいね、当たらんっていうのは。嬉しいって言ったらあれやけど、2回目が一番怖いよね。なんていうの、慣れて落ちちゃう、良くない方に落ちちゃいがちやから。油断してね。今度の価格の公演出る？うん、知らん。出るかは知らん。そう、告白の空港公演がね、17とかその辺違うっけ、にあるっぽい。スミレが連絡してきて知った。久しぶりの告白の合法公演ですみたいな感じで。17ね、そう覚えてねえよもう。でも超楽しみ。いつぶりだって、全然やってなくない？告白の空砲。太陽はいつだって思ったよりも。告白の空砲。1月の初め頃よな、それ以来やから
1ヶ月ちょい、やっば1ヶ月ぶり、ちょっと覚えてないから、もうナンバトルのセトリでの脳みそになっちゃってるから、ちょっと振り入れからお願いしてもらっていいですか。あかん、ほんま眠い。でもさ、眠いって言いながらショールームやられても困るよね。ごめんなさい、反省。ツインテは正義、正義、正義の味方じゃないヒーロー。いつかスーちゃんとマリアやって、マリアやりたいんよね。マリア、あのあれ、チームツアーの時、 Q チーム B2 のツアーの時に広島でやったけど、そう、あの衣装似合うのよ、ミカナ。チームツアーでやったから、ちょっとね、でもあの時はまだまだあの入りたてで、ほんまに入りたてやったわ、入りたてでね、あれやったから、今やりたい。またそのチームツアーの時にさ、下手を打つもやったけどさ、あれ練習しすぎて今もう忘れてないもん。うわーってやつ。うわー。ででででドラゴン猫はどこへ、なんちゃら入り踏んだ路地裏で。めっちゃ練習した曲は本当に忘れん、体が忘れてくれない。ウィンクでチヒーがミカナにいじられて楽しいって言ってた。ほんまに言ってたん？キャワ。いじっちゃおう、いっぱい。下手を打つをさ、リオナと二人でめっちゃ練習したのめっちゃ覚えてるわ。爪ホワイトなの、かわいい、かわいいよね。ちょっと飛んでるわ。リオナと連絡取ってる、取ってる。ミカナ見てると眠くなる。あかんやん。もうドキドキ、ドキンドキンして寝れんくらいにならんと。ドキンドキンして。目がシャキより目覚めるくらいにならんと。でもよく眠たくなる声って言われる。そんなことある？うるさくない？ミカナの声。
わらじゃないのよ。配信してる時の声落ち着くよ。今ね頑張っとるだけで、本来のミカナの喋り方は今日のあのトワイライトシンドロームの時の通行人の時の喋り方、あれが一番ナチュラルな喋り方なんで、今無理してます。いつも無理してます。普通に無理せず喋ったらあの通行人の喋り方なんで、今頑張ってるんですよね。無理するなよ本当に。酒井さん。まあ嘘なんですけど、はい、絶対イヤホンで聞いてる人今うわーってなったから、うるさいわって、すんません。ドキンドキンした、別の意味のドキンドキンやろ。お風呂で酒井さん響いた。ご近所の酒井さん来るわ。メンバーで誰の喋り方が好き？メンバーでしゃ、アーノンかな。アーノンの声ってめっちゃいいよね。気持ちいい、聞いてて耳が気持ちいい。アーノンかな。香ったっけ。レイさんとかも好きやけどな。今日な久しぶりにケイトに会えてな、もうななんかケイトって言った。ケイトが見えたから、ケイトの後ろ姿が見えたから、ケイトって言って、元気って、元気なんとかって言ってたから、よかった頑張ってって言って、バイバイってケイトギューってしたかったけど、ちょっとそれはやめといた。ケイトってなんかね、ちょっとこんあのちょっとダメなこと言っていい？あのね明日もだよ。ごめん今な、ごめん、あのねの言い方がちょっとあの八代優さんのあれになっちゃったから、ちょっとすいません。はいはい、すいません。あのね、あのナンバトルのその正月の公演でさ、抽選したやん、メンバー決める、グループ決める、あれでさケイトがさその弾いた時にめっちゃ喜んでたやん。でなんかまあその時はミカナまださ弾いてなかったから、名前順に弾いたからどこのチームか分からんかったけど、ああそんなミカナがおらんところで喜ぶなんてって思っちゃった。いやもうなんかダメダメそんなの。今までケイトと離れたことなかったからさ、 B2 で2連続で
なんか、あ、そっか、ケイトは別にミカナがおらんくてもって思った。しかも鉄砲隊でも一緒やったか、なんかもうずっと一緒なのよケイトって。実はずっと一緒やったからさ、なんかはーんってなった。その喜んでる、いや、いいよそれはね、喜んでるのは別にあのなんていうの、まあいいことっていうか、ケイトがそのね、ケイトが嬉しいことはミカのも嬉しいから、ケイトちゃんのその喜んでるのは嬉しいし、いいことなんやけど、わかる？これコンビ名あったっけ、なんかケイトちゃんが希望コンビって言ってて、かわいい、希望コンビだって。ケイトのあのケイトのケ、あの字とミカナのミの字で希望。そう、ジェラっちゃった。ケイトのティオ、ティオとかじゃないから。あのね、別に親目線とかでもないしね、オタク目線とかでもないのよね。ちょっとこれはこの感情に名前はつけないで名前なんていらない。なんか人と人との関係に名前をつけるのってなんかね、その人とその人やからのその関係なのであって、それを何かに例えるって、それはまた別のなんかズレが生じるっていうか、それはなんかその関係を、意味わからんことを言ってます。通行人目線ですか。そうね、そうね、酒井さん フィラスト、止まってた、通行人やる前にいて、ごめん。そうね、耳の準備が必要やもんね、音小さくしてね。そうっすね、再開した瞬間変な声出した。マジどこで止まってたん。ちょっとミカの結構熱弁してたんやけど、はずいやん、一人で熱弁してたん、めっちゃはずいやん再開した瞬間通行人になってたん、めっちゃはずいんやけど。何が楽しくて配信してない時に一人で通行人やっとかんといけんの。名前つけるのどうかってやっとか、ああまあその辺は何でもいいね人と人の関係に名前はいらない。あ、その辺か。止まっとらん。まあ何でもいいか。ちょっと今日はもう早めに終わりますね。明日本番ですし、眠いっすし。ね。はい、今日はいっぱい寝ます。
13位エレンちゃん、12位マリア超ガチ恋久男さん、11位末広さん、10位カミュさん、9位マナさん、マナちゃん、8位ウリエルさん、7位ロングソードさん、6位ヤマトシさん、5位ゴンちゃんさん、4位ミカナ大好きさん、3位ヒサトさん、2位カズノブ、1位山本リョールンさん。はい、ありがとうございます。じゃあ痛いな、またね、さよなら。